まあ一番構造と建築って結構延長こうある意味対立するところがあるからね、はい、こうその構造の面白いことをやろうとするとその建築デザインの方が、なるほど、っていうその2つのなんかやっぱしね、こう2つの どっちデザインもすごいし構造もすごいってことをやろうとする両立するのが一番難しいんだよね。だからあの橋はすごく構造的にもすごいチャレンジングだったからすごい難しかった。それであのこの一番最初にこの1988年熱海の別荘、うん、伊豆の古小屋、はい、これが先生のデビュー作。そうデビュー作ですね、ええ、でこれ30年以上走り続けてきて、うん、あの今こう古美術競技場がありましたけど、うん、どんな心境なんですか。いやそう、もうその時の気分とあんまり変わんないなと思いますけどね。基本的にはやっぱり一個一個の作品に全力集中みたいな感じだから、はい、その時の気分はその気抜くといい作品にならないから、やっぱしもうやっぱりその緊張感を持って全力投球してその作品が本当にいい作品になるかどうか分かんないって不安の中で仕事してるっていう点では全然変わらないですね、はい、あやっぱりアーティストとしてもう全力投球、全力投球で、だからやっぱ証拠と同じでって、なんかよくこう麻雀なんかやる人やるときもねそのこれは勝てると思って気抜くと絶対強い人でも負けるっていうしね、あ、うん、だからやっぱし絶対気抜けないって感じがしますね。それはどうこの前の国立競技場ですけども、うん、あの基本的にあの最初丹下先生の競技場をご覧になって、うん、感動したわけですけども、丹下先生とお会いしたことあるんですか。丹下先生はね、僕は最後その姿を見てちゃんと喋ったことないんです。何ですか、うん、全然それはあの本当にもう感動だけで建物の建築とか、うん、そうです先生って逆に先生は遠くそういうふうに姿を見ただけだったから余計こうちょっと神様的に見えるのかもしれないね。あんまり喋んなかったからよかったじゃないかな。あ、なるほどね。喋っちゃってあんまりにしてそう噛めちゃう。人間味が出ちゃって。そうそうそう。それであのなんか先生のその言葉の中で文面の中で、うん、あの建築家というのは子供と大人の間を行き来する。そういう職業だっていうの、うん、それは感じますね。それから子供心って一番大事なんですか。そうね。だから大人になっちゃうとやっぱりそのシステムの中で仕事するようになっちゃうから、やっぱしこう挑戦するってことをすごく嫌がるようになりますよね、みんな。やっぱり挑戦して失敗するとその自分がシステムから弾かれて、しまうから、それはみんな嫌がる、分かるけど、建築家の場合はやっぱし挑戦しないと、そもそも建築家絶対面白くならないから、うん、そういう意味ではシステムの中に自分がこうシステムから守ってもらえるかどうかなんてことは気にしないで仕事してますね。いや他にもこう自分から動かないと人は何もやってくれない人間の本質っていうのは、これ非常に感動しましたけどね。それはもう、ね、僕はそれはやっぱ大学院の時によく分かったな、うん、だから大学の最初の頃まではなんとなく高校の延長でやっぱしこうなんか人が何かやってくれて先生が何か指導してくれるって感じだけど、結局大学院になって先生も何も指導してくれないし、先生もそもそも指導するつもりなんてないんだってことがよく分かったから、だからそういう意味ではやっぱり僕の先生、原先生、原博士の先生はやっぱ指導はしないけど自分が建築家としての生き様を僕らにもさらけ出して見せてくれたから、それがある意味で一番いい指導だったと思う。でサハラ砂漠学生の時ですか。そう、一緒にサハラ砂漠原先生と行って、その時も原先生はただ別に指導してるわけじゃなくて、原先生が砂漠のその集落を見て、
先生がどう感じるかとかいうことをこうつぶやいてるだけなんだけど、それが一番自分にとっては勉強になりましたね。なんか聞けるのに合わなかったんですよ。なんかほら、ボールペンを持ってったっていうことですか。何をボールペン、子供にあげる。子供にあげるのにボールペン、ボールペンとライターをいっぱい持ってったんで、ね、なんかほら、当初は危ないんじゃないかってかなりね、かなり脅かされて言ったけど、僕らはラッキーにも1回は警察に捕まったけど、そのぐらいですね。それ以外聞けるのはブズブズされたけど、そういうことはない。そういうことはなかった。あ、よかったですね。うん、それとあとは相手を説得する一番良い方法っていうのは、相手の話をよく聞く方法、これはすごくねビジネスにも通ずるもんだと思うんですけど、うん、相手の立場をよく理解する。そうね、それはね、やっぱり建築って相手の立場に立てるってことがいい建築を作ることだから、はい、要するにその空間に相手が、うん、相手が使うわけだからね、その空間、うん、僕がその家に住むわけじゃないから、うん、相手がそこに空間にいた時に相手がどう気持ちよくなれるかっていうのは、やっぱり相手に自分が感情移入できなきゃいけないわけですよ。だから感情移入の能力っていうのはすごく大事で、人の身になって考えられるかどうか、自分がどう感じるかっていうのは人の身になって感じるっていう、その感情移入能力っていうのは一番大事だと思いますね。この鎌倉のあれなんかもまさにこの鎌倉の風土にあった、そうですね、鎌倉堀というのっていう、そうね、なんか先生の私全国回って本当に地域の木材を使って、うん、それ地域のなんていうんですか、象徴的なものを結構、うん、秋田のね、うん、なんですか、あそこの秋田の西の駅、西の駅ね、あれもこう地元のね、うん、あれ、ま、うん、あれ何て言いました、曲げわっぱ、あれをこうほら、あれをモチーフにこう、そうね、今回は鎌倉堀という、うん、そうですね、やっぱり鎌倉堀っていうのも面白いと思ってたけど、ちゃんと観察したことなかったから、今回初めてちゃんと観察していろんな技法を調べてみたら、うん、そしたらやっぱそう思った以上にいろんな面白いものがあったんですね。鎌倉堀のお店もあるの、隣にあるしね、そこで実際職人さんが掘ってたし、それ見てそうで、なんか脱線したところによると、あれはコンピューターを入れた機械で全部掘って、これは ねそうそう、なんか実際にやるとものすごく大変で、ほとんど不可能に近いという、そうですね、コンピューターの時代だからこれできたんだ、ね、じゃあやっぱりちょっと時代が20年ぐらい前だったら、ね、絶対できない、10年でもできない現代技術ってすごいんです、すごいですね。なんか聞いたところによると、サニーヒルズのところと同じ職人さんがやったって、そうだよ、サニーヒルズの職人は、スタバの職人、ダダイフのスタバの職人がサニーヒルズやってんだけど、あ、似てますもんね、ダザイフのね、九州福岡の、そうそうそう、あれがこうクロスですけど、あれは地獄に入らないんですか、ダザイフのは入らない、地獄にはクロスして、さらにもう一個クロス二重にクロスさせないと情報にならない。でなんかやはり何回もああいうやって耐久試験だとかサニーリーズなんかそうですけど、なんか相当するんですか。あ、それはね、それはやっぱり構造の先生がこう耐久試験を自分たちでも不安だから、木ってやっぱ生き物だから、うん、やっぱり頭の中の計算だけじゃ分かんなくて、実際にその力を加えて耐久試験してみないと分からないんですよね、本当に生き物だから、それでプロソーリサーチセンターっていうのも、うん、あれはですかね、やっぱりサニーヒルズの職人さんと一緒なんですか。プロソーリサーチセンターはやっぱサニーヒルズの職人さんと、それはね、プロソはまた別だね、別の職人さん、うん、じゃあサニーヒルズと同じの九州の太宰府、太宰府ですね、だからもう本当に先生の建築っていうのはもう、まあ、本当サプライズの連続でだからその組み方一つのほら、いろんなこんな組み、木のこういう組み方があるんだなっていうのがね、うん、あ、ちなみに雲の上の図書館ってどこか同じなんで、雲の上図書館とかって別ですか。雲の上の図書館はまた別ですね。あ、じゃあ、うん、同じ人じゃないです、同じ人じゃない、そもそもほら、薄原町で職人とこう出会ったじゃないですか、うんうん、それからこう、
月組のね。そうね、スラでの出会いは大きかったですね。やっぱりあの劇場を見て、そう、芝居小屋ね、伊勢原座でした。あのじゃあ出会いがなかったら、もしかしたら木はもう。まあでも他でどっかで、違う、どっかの場所で出会ったかもしれないけど。だけどあの時点で伊勢原座で行って伊勢原座で、ちょうど自分の人生のバブルが弾けた転換期にああいうものに出会えたっていうのは大きかったと思いますね。それとあの話ちょっと変わりますけど、ほら先生なんかお忙しくてお休みはないって候補の人に聞いたんですけど、うん、お休みはなんかあの一回成田で倒れたら、あれは可能じゃなくて肺炎ですか？あ、成田でタイですごい高熱出て、それで成田から病院行ったのは、肺炎ですね。それなんかすごくお元気で、なんか休みなくあれ仕事しておられるから、うん、なんか多動でね、なんか倒れたこととか、そういう具合があるなってことで、なんか体にもう360度ないです、あんまないですね。でも趣味ってのはあるんですか？趣味はまあ、うん、飲んで食べることかな。なんかほら学生時代テニスをね、学生時代はずっとテニスやってたね。そこで外苑で、それでこれすごくこう馴染みが深い、でそのテニスはもう全くやらない。もうテニスもやらなく、テニスも一切やってました。あの先生のね、あれ匠のお話で、うん、匠とは忍耐という、この忍耐、匠イコール忍耐ってのは どういうふうな感じですか？そうね、やっぱりその時間、すぐに技術が身につくわけじゃなくて、やっぱ必ず時間かかりますからね、身につくのは。だからその身につかない間を どれだけ耐えられるかっていう、でその身につかない間はやっぱり職人だって怒られてばっかりいるわけだし、設計だってある意味で、最初の頃はいろんなクライアントから怒られてばっかりいるわけだし、それをどこまで耐える力があるかって、そこでめげちゃってやめちゃう人は結局何も残せないし、そういう意味での忍耐だと思いますね。やっぱり建築家イコールやっぱり忍耐が一番大きいですか？ああ、で僕はそうだと思うな。それでこの、 あの先生の言葉の中で、あの学校やこの社会に建築の仕事をどう結びつけられるかっていうところで、うん、あの知識は世の中で実際にどうつながるかが大事です、大切ですってことの話ですけど、もうちょっとここら辺具体的に何かこう他にアドバイスがあれば。それは学校で習う知識はやっぱり知識として体系化されてるけれども、うん、実際にその建築物を使う人の身になってどうかとかね、うん、建築物を頼む人、まあ、頼む人ってのはお金を出す人なわけだから、お金を人の身になって どうかっていうことは誰も教えてくれないわけですよね。やっぱり建築を使う建てる人ってのはもうある意味で人生のをかけて、大金をかけて建築にかけるわけだから、その人のそのやっぱり気持ちに応えるだけにはどうしたらいいかっていうことは学校で教えてくれないからね、そこが一番大事なような気がするな。だからなんかその建築家の先生によってはそういうクライアントのとの付き合い方を教えてやるって言って学生にステーキハウスに連れてってもらうとかいう先生もいるらしいけどさ、やっぱりそのステーキを一緒にステーキの食べ方だったら習ってもんで、やっぱりクライアントの気持ちは分からなくて、分からないですよね。やっぱりその人がその何億とか何十億とかで自分の一生稼いだお金を建築物にかける、その気持ちにどう応えるかっていうことはやっぱしね、自分でやっぱし爆発を忍耐しながら、怒られながら爆発を踏むしかないと思うんだ。やっぱり今までの考えてクライアントとすごくうまくこう、これ世の中のビジネスマンもそうだと思うんですけど、うまくこういく場合とやっぱりなかなか話がうまくいかないなって場合もちろんありますよね。その場合どうやって切り抜けるんですか？それはね、まあその、まあ、相手の身に寄り添って考えて、それでもうまくいかないこともあるからね。巻き上げちゃいます。
って、まあそれはでも大事な、僕は一番建築家で大事なのは、やっぱ建築物ができるってことが大事だと思うんですよ。大事ですよね。だからそこでバタッと切っちゃわないで、建築物を何しろ一緒に作っていくと、できた段階で仲良くなるってことも結構ある。なるほどね。できて向こうも、できるまでは不安だから、できてすごい安心して、できた段階で初めて興奮に仲良くなることもありますよね。だから建築物ができるってことがすごく大事だと思う。だからそれにはすごい妥協をたくさんしないといけない。その妥協ができるかどうか、それは忍耐って意味ですけど、それになると思いますね。その妥協ってね、どういうものになってるんですか？デザイン、自分がやりたいデザインのことを諦めるってこともあるし、コストを、それはコストを理由に諦める、コストが高くなっちゃうからそれを理由に諦めることもあるし、いろんな諦めの建築ってしなきゃいけないから、そこでその諦めを上手にするってことがすごく大事で、だから諦めるってことは投げちゃうってことと別だから、慣れちゃってどうでもいいやってんじゃなくて、これは諦めるけど諦めたなりに、じゃあこう面白いものになるにはどうするかって、慣れないで諦めるってことで、そこが一番、その感じが一番大事なんですよね。投げないで諦める、投げるのと諦めるのは違うんだよね。やっぱりあの建築家ってその、まあ、忍耐っていうことですけど、他に何か大切なものってありますか？特に忍耐以外。やっぱりそれはね、センスです。センスですか？センス、もちろんセンスは大事。センスは大事ですよ。一番大事。一番大事なんだけども、それ以外に。やっぱりね、次の日になったら元気になってる人とかね。なるほど。やっぱり次の日に朝になったら元気になれる人がどうかっていうのは、やっぱ次の日もまだまだまだぐちゃぐちゃみんなに持っているようだと建築家になれないってことも。気分転換が大事ですね、自分の切り替えが。先生、睡眠時間っていうのはどれくらいなんですか？睡眠時間やっぱり6時間ぐらい寝てるんじゃないかと思うな。じゃあちゃんととってますね。じゃあ大事ですね。なんか短くて、あのなんかね、心配で腕が痛くなきゃって、心配ですもんね。これが世界的なね、現地から、体の中で前の人間が心配しちゃいますよね。それで、あとあの、前やら、面白い傘のアンブレラのなんかアートっていうのを作ったじゃないですか。傘アンブレラ、うん、なんかこう時々こうあそこのあの飲み屋でもこうほら車のね自転車の廃材タイヤをこう並べてこうやったりとか、うん、なんか非常にまたあの木の建築とは違う